はい。ではですね、こんばんは。こんばんは。はい。前回は奈良でですね、メガソーラーの件でいろいろと教えていただきまして、ありがとうございました。石いえ、村どうもさん。どうも、はい。はすみい。ません、早口で。ええー、とんでもないです。ありがとうございます。はい。はい。すごい、勉強もされてて、ね、技術士っていう資格も取得されて、すごい経歴で、そのいい経歴でね、奈良をこう何とかしないといけないっていうところで、そうですね。はい。はい、頑張っていた奈良をだ日きまし本をて、ありがね。とうございまはい。す。はい。と思います。で、今日はですね、ちょっと動画の中でもちょっと触れておられましたけど、万博会場のちょっとなんか爆発があったとそういうでこすとね。で、その辺も調べていられるということで、ええ。今日は西村さんにちょっと詳しく教えていただきたいと思います。よろしくお願いしまはい。す。お願いします。はい。は大い。阪万博会場の話をちょっとします。で、まあ、地質専門なんで、地盤とかですね。まあ、液状化とかそういったものとか、その辺もね、詳しいんだけど、今回はちょっとガスの方にね、集中していきますので、よろしくお願いします。はい。で、これがね、3月28日に事故があってですね、29日にですね、夜にね、発表があって、で、これ見て、おおっと思ってですね、ちょっとね、興味が湧いてですね、いろいろ調べてですね、で、そのね、8時にですね、夜の8時にニュース見たと、ちょっと調べてですね。で、その夜にですね、これを出しました。で、これはね、いや、そ先のほ日どのの夜にね、出したんですか？そそのれ場はに、X のポス X でト。すね。はいはい。はい。で、一応ね、さっきのニュースのね、データだけでですね、ちょっと調べてですね、だいたい、爆発だったのはね、この辺だっていうね、この辺かな？というね、話をですね、してですね、あとですね、シミュレートワークの方のでね、出されたですね、この地図をね、お借りしてですね、ここにね、爆発があったですね、地域のね、周辺にはですね、このね、丸ですね、赤丸。赤丸っていうのが全部ですね、ガス抜き管なんですよ。二酸化素を抜いてる管ですね、がこんだけあってですね、この下にね、地下を這わせるね、線もあるよと、こういうね、ここですよっていうことをですね、出しました。で、それがね、こんな感じですね。これがガス抜き管ですね。ガス抜き管。はい。こんな感じですね。で、その間をね、こういう感じでね、ガス誘導管がね、引いてます。まあ、こういう話をね、ちょっとね、しました。ね、発信でですね。そうするとですね、戸崎万作さんがですね、その内容をですね、引用してもらってですね、YouTube で発信されてですね。ひと月万札に取り上げられたんですか、その。そうですね。はい。西村さんのそうでツすイーね。ト西が。村おじさんって言いましたけどね。ジオさんですけどね。おじさんって。ああ。まあ、取り上げられてですね、説明してもらってですね。はい、ありがとうございました。まあ、こんな感じなんですね。で、その後ですね、いろいろ情報が出てきてですね、その情報を見た、詳しく見てですね。んでですね、この時にね、爆発したね、建物を特定しました。で、この建物ですね、これがね、爆発したっていうことを特定してですね、で、その建物に、先ほどの地図をね、こうやってね、やっていってですね、詳細な情報があったんで、これも発信しました。こんすごな感い。じですね。で、これがね、最新のね、衛星画像ですね。20年の2月の28日にですね、最新の衛星画像の使ってですね、このね、建物が、バーンといったトイレですね。ということですね。はい。で、これにね、先ほどのガスの管の地図をね、こう投影していってですね、いくとですね、そうなんですね。このが、この赤いのが、トイレで、で、ガス管の位置がですね、この赤丸なんですね。だから実際ね、ガス管があればガス抜くので安心なんだけど、こんなに、まあね、あるんだけど、抜けてないと。要は、一番近いガス管までね、50メーターしかないというか、があるんだけども、結局、このガス管によってガスが抜けてないっていうかね、そういったね、ことをですね。で、ガス管はあるんだけど、今、この写真のようにですね、万博会場は全部ね、上覆われてますよね。から今、そのガス管はもう見えないんですよね。ガス管をね、上塞いで、で、
どっか横に抜いてるっていうことなんですけどもね。まあ、そういったことでやられてますけども、実際ガス管が ね、あるんだけど、このね、この辺で爆発してることはですね、こういったですね、管がないところでも、どんどんガスが湧いてるっていうことの証明だと思いますけど、そういったね、ことで、だから、もともとガス管があればね、ガス抜けるからいいんだけどもね、あっても、ね、ボンといったことはですね、管がないところもね、ガスが出てて、そこを溜まるっていうことが、まあ、これで分かりますよね。でですね、これ、ちょっと古い写真なんですけどね、これ、メガソーラーができたんですね。このメガソーラーのところにはガス管まであるんですよ。こんな感じで、あるんですよ。で、次パネルを抜けてね、ガスの、この周り危ないから、パネル張ってないとかですね、そういったことで、メガソーラーにはガス管があってですね、で、この時もですね、周囲にもガス管こう見えてるんですね。だから、で、この時はまだね、ガス管があったんだけども、まあ、このパネル以外のところはですね、埋めてやってるっていうのが現状ですね。はい。で、メガソーラーがね、あるんで、要は、この地域がですね、パーキングなんですよ。バスのね、駐車場ですよね。駐車場のね、真横のメガソーラーには、こんな感じでね、ね、ガス管があるにメガソーラーがあってですね、まあ、そういった感じになってます。で、今でもね、ガス管は出てるんです。だから、そのね、メガソーラーには出てるけども、この周りのね、なんちゅうかさ、万博会場にはもう見えない。もう見えない、塞がれてるんです。まあ、上を覆われてるんだけどね。ガスは出るようにはなってる多分ね、横にね、這わしてですね、出るようにはしてるはずです。ちょっとその辺は見えないけども、そういう信じてね、やってるはずだけども、でも、で、実際、ボンと言ってるんで、まあ、そういった状況ですね。はい。で、ちょっちょっととね、質問していいですか？はいはい。そもそもなんでガス管が必要なんですか？あ、それでこれから言います。はい。ちょっといいですか？じゃあ、次いきますね。はい。で、ちょっと勉強ですね。夢洲のね、このね、ゴミのね、処理場っていうかですね、がこうあります。で、今言ってね、バーンと言ったのは、ここですね。ここの地域ですね。ここはね、一区と言いまして、ね、赤い範囲ですね。一区の地域があります。一区っていう地域とですね、二区という地域、三区。二区はね、大体万博会場なんですね。で、三区って言ってるのがですね、カジノ会場ですね。一応ね、カジノ会場と万博のメイン管理会場は、安定型処分場って言ってですね、まあ、安定なんですよ。ところがね、一区って言ってるのはね、管理型って言ってですね、非常に危険な管理が必要な処分場っていうことになってます。で、その辺をね、ちょっと、やってみますと、こんな感じですね。はい。処分場っていうのはですね、まず安定型といってですね、こういったね、ハイプラゴム、金属、ガラスとか、そういったですね、瓦礫にですね、有害物や有機物がないものを、があってね、そういったものはね、まあ、有害物がないからね、とりあえず、埋めてしまおうと。ただね、安定型ってことですけども、ね、確認するね、展開検査は必要ですけども、とりあえず埋めようということですね。で、これは一応ですね、2区3区のね、の場所ですね。で、もう一個はね、こっちですね、遮断型って言ってですね、もう危険でしゃあないから、めちゃくちゃ危険なんでね、ね、コンクリートでね、固めてですね、で、封印してですね、もう全くね、分隔離するっていうね、危険な処分場ですね。で、この間が全部ですね、管理型って言ってですね、要するに、焼却灰やバイキンおで、紙くず、木くずね、鉱材、ロボット糞とかですね、まあ、ゴミですね。それがあってですね、埋めるもんだから、ガスや汚水が発生するんですよ。だからね、汚染、そういった発生するんだから、十分な管理が必要ってことなんですね。で、そのためにはね、貯留構造物とかですね、遮水壁とかね、給水施設とかですね、そういったね、いろんなものを作ってね、管理しようと。でね、発生したガスをね、排除するね、施設ですね、ガス抜き管も必要だと。まあ、そういったね、非常に厳重な管理をして、
とか、立ち入っちゃいけないね、立ち入り禁止の地域にしてですね、うそこん。でやるですね、処分場ですね。それが管理型ですね。でね、ここはね、管理型で終わったら終わりじゃなくてですね、一応ね、ガスが、ね、出ないこととかですね、水質基準のね、達成があるんですよ。で、一応これ基準だとね、多分2年間ですね。2年間ガスが出ないことを確認しない限りしないとですね、終われないというか。だからずっとね、終わった後ね、管理して、で、ちゃんと十分ガスを抜いて安定して、2年間出ないことが確認できれば、やっと終わるってことだけど、まだ出てますから、実際今ね、万博やってる会場はもう管理中ってことですね。まあそういったね、のが、ですね、今、第一航空ですね。こういったものがあるので、ガスが出てますと。そういった感じですね。まあ、これ辺がね、種類ですね。要は、もうね、立ち入り禁止ですね。人間がね。3番はないんですか、その。3番はここにはないですね。これはないですね。これはちょっと今日、3番は本当に有害物なんでね、完全にね、封印するんで、そんな海の中やったら沈んじゃうんでね。そういうことですね。ちょっといいですか、さっきの2いいですよ。番のその、ガスが出てるわけじゃないですか。で、ガスが出ないことを、水質基準を達成しないと埋め立て収容できませんって書いてるじゃないですか。そうですね。これはどういうことですか？まあでもガスは出てるわけでしょ？だから終われないんですよ。で、ずっと長年やってて、だんだん腐敗が止まって、そういった有機物なんかのね、腐敗が止まって、ガスがね、発生がね、止まるような状態にね、だって初めて一安心というかですね、そのね、管理はするんだけどもね、そういったね、要するに現在進行形のそういったね、地域ですよっていう話なんですね。でもそのまだガスが発生しているにもかかわらず、上からいろんなものを立てようとしているわけでしょ？だから、まあ、そこはね、そのね、地盤が悪いんでね、その建ててもさ、駐車場とかね、ちっちゃなね、売店とか、そういったものですよね。ああ、そんなそにのね、だから人そこがは、通らないところっていうイメージなんですかね。でも実際あそこにはね、そういった、マスクから見ますけどもね、そういう、広場とかですね、パーキングとかね、売店とかですね、あとあれですよね、車、空飛ぶ車ですね、空飛ぶ車の発着場、有名な、いろんなものがあるんですよね。またその辺ちょっと言いますんで、次行きますよ。すいません。それでですね、夢洲にはこんだけボーリングがあるんですよね。アダホって調べたボーリングです。この辺が私専門なんですけども、いろいろ全部見ました。でね、このナンバー45っていうのがですね、今、第一航空のね、ボーリングですね。あと最後に言いますけどもね、この18っていうのがね、第二航空のね、ボーリングということで、ちょっと位置だけ、覚えててください。で、これからね、こっちですね、第一航空のボーリング見ますね。で、これがボーリングなんですよ。結構古いからね、こんな感じでね、ちょっとその前に、この詳細のなんていうか地図っていうかは、どうやって入手したんですか？調査地図ってなんだっけ？なんでそのボーリングの場所とかめちゃめちゃ詳しいじゃないですこの辺は全部公開データありますよ。か。あ、そうなんですか。誰一でも応見れね、るんですか？情報公開もあるけども、一応ね、ネットでも結構出てまして、ただ、非常に奥の奥の奥なんで、普通の人は分かんないけども、ずっと追っていくとですね、そうなんですね。一応公開データであります。で、ボーリングデータもね、探せば出てきます。すごいな。一応情報公開やってますよね。まあそういったことで、誰も見てないと思うけどもですね。そういったのがあってですね。はい、わかりで、ましちょった。とボーリング見ますね。誰も見てないんで面白いですよ、これ。で、ここをね、先ほど言ったこの45番ですね。第一航空のね、メガソラのパーキングですね。このパーキング地域のね、ボーリングです。結構古いんですけどもですね。ここで言いますとですね、上から掘ってですね、8.7メーターで海水に来てですね、ずっと掘っていって、上から18メーターまでですね、廃棄物ですね、廃棄物、ゴミですね、があって、その下にね、粘土がざってます。この粘土っていうのはね、海のね、ものなんでね、自然ですけども、ずっとね、粘土があってですね、N 値が3なんですよ。
めちゃくちゃね、なんていうかさ、柔らかいね、熟熟の粘土なんですね。それがね、23メーターあって、で、ちょっとだけいいシルトってなってですね。で、結局ね、上からね、48メーターまで行かないと、から下はね、砂になるんですよ。砂ってのは結構ね、閉まってるんでね。だから、まあ、普通、構造物の、ね、基礎とかですね、その辺は、これまで行かないと無理なんで、まあ、ね、約ね、まあね、50メーター下にならないと、ちゃんとした地盤がないよって話ですね。まあそういったですね。まあそういった話は今回置いといてですね。ちょっとこの辺、これ言いますね。廃棄物。いきますね。廃棄物にこう書いてるんですよ。記載がね。で、これ見ますとですね。全体的にビニール、紙くず、木片とね、不均質に混じるとかですね。あとですね。ビニールが多くなり、ね、木片、配線くずと多く組むと。配線くずって結局あれですよね。可燃ゴミですよね。非常に有害なね、いろんなもの入っている。そういったね、本当に何でもあるってことですね。そういった有害ゴミもあるし、木片もあるし、鉄片もあるし、アルミ片もあってですね。まあ、ゴミですよね。うん、こういったのがあるよって書いてます。で、ここはもともとね、そのね、管理型なんであっていいんですけどもね。実際そういった管理型のね、ゴミのね、ものがあるよってことをこれで確認できます。だから結構やっぱしね、本当に雑多なゴミがあるなってことが、これでわかります。はい。で、ちょっと言いますね。でね、一句のまとめですよね。はい。で、まずね、管理型廃棄物最終処分場なので、管理が必要で立ち入り禁止です。基本的にね。うん、それが第、この一句ですね。んで、次ですね。有毒な焼却灰とか灰塵ですね。汚泥、紙、プラスチック、金属くずですね。糞尿等がね、約20メーター溜まってますと。はい。で、次ですね。その中からメタンガスが発生してますよと。だからガス抜き管とかガス誘導管がありますよと。ね。で、次ですね。で、万博会場があるとこはですね、ガス抜き管が見えないんですよね。そこはガス抜き管を埋設して、多分誘導管でね、家外に排出してるはずですね。まあそう信じましょう。多分ね。まあだから一応、排出してますよっていうね、ことだと思います。はい。ところがですね、今回ですね、ガス抜き管とかね、誘導管ないエリアですね。で、爆発事故が起きましたと。本当ですね。はい。ということはですね、まあガスの発生は止められないので、季節のガス抜き管とかね、そういったものでは安全確保できてないのは現実ですよね。うん。ね。だから、実態調査をってことを、まずは言ってます。ね。で、調査せって言ってもね、多分ね、職員さんは分からないと思うんで、ちょっと書きますね。これか、国立環境研究所が出してるですね。そういったね、処分場のですね、調査が分かってですね、このうちね、これですね。ガス抜き管でのガス流量測定。多分これはやってると思うんですよ。うん。こう、情報は出ないけどね。で、今回ね、これはあるんだけども、今回、管がないとこも出てるんで、これですね。表面のですね、ガスフラックスのね、測定とかですね。あとね、副導管のガス濃度測定。これをね、やってちゃんと調べなさいって、私は思っております。ガスフラックスって何ですか？うん、これ、こんな感じですね。これ。こんなね、まずアスファルトから全部剥いで、地面出して、で、その表面にこんなカバッとこういうのをね、かぶせてですね、で、ここから出てくるガスをね、調べるっていうね、まあ、こういった測定法ですね。これやれば実際にね、そのね、じわーっとね、湧いて出てくるガスの測定ができます。まあ、多分、あんまり量ないんでね、濃度は低いと思うけども、実際ね、アスファルトを剥いでやればね、多分出ますよね。ガスそうやのって、種類を測定するってことですか？うん。種類もあるし、まあ、主にね、メタンガスなんで、メタンガス濃度ですね。うん。を測定して、他のガスはまああってもね、有害でなければね、まあまあいいんだけどね、メタンガスなんで、これでってガスの濃度ですね。あとね、やっぱり、あまり少ないんであればですね、こっちですね。ね。
ボーリングバーキャットで、こうってね、弾込んでですね。うん。そこから出てくるガスをですね、ね、こうやったね、機械で測定すると。まあ、こういうやつをやってですね、ちゃんとね、そのね、コンクリートアスファルトの下にあるね、現地の地表からガスの濃度を測定して、で、これでなければ安心ですよね。ね、で、多分あると思うんだけどね。それであれば、どんなだけの量があるから、どんだけのね、そういった誘導管が必要とか、そういった計算してもらってですね、ちゃんと対策しないと、現状のままではですね、管がないところからガスが出てきて、上が覆われてますから、溜まっていって、で、どっかに出てきて、ボンっていうこともあるんで、まあ、こういうことをちゃんとしてもらわない限りですね、安心していけないというのが、まあ、現状です。そうですね。まあ、地雷を踏んでしまう可能性ってあるわけうん、ですそうですね。だね。から、安心って言うんであればね、こうやった調査をしてですね、そのね、数値を出してもらってね、で見れば、ああ、安心だってわかるんだけどね。そういうことをしないように、口だけでね、なんかやってますから、そういったね、ことをやれるとね、ちょっと信用できないと。まあ、そういった気がしますね。はい。うん。まあ、これがね、第一航空のね、ね、私のちょっと提案というか、感じです。で、ちょっとおまけがあってですね、おまけ。先ほど言ったね、このね、第一航空これですよね。で、これ、パネルがあってですね、ここにあるのがね、パーキングですね。このエリアにですね、これ、デモクラシータイムズさんのね、先ほど言ったね、藤永さんのね、データなんですけどね、こんな感じでね、PCB、大学紙のね、黒1万袋があるんですよ。先ほど言ったボーリングの上ですね、ボーリングデータ、ボーリングのね、上にね、PCB の袋をね、1万袋をこういうふうにね、埋めて、その上を覆って、今、パーキングになってるんですね。だからね、ガスも怖いけども、その上にですね、まあ一応ね、中程度っていうことですけどもですね、まあそういった、PCB を集めたものをね、このパーキングのこの位置にですね、埋めてますと。この上に、バスが来て、子供たちがね、バスから降りてっていう、ね、そういった地域にあるっていうことですね。うん。まあ、ええ。まあ、そのね、今日は基準以下なんでね、だから危険ってことはないけどもですね、わざわざそんなところにね、言う、ね、気がしますよね。うん。でね、先ほど言ったこれですよね。この地域ですね。この地域に PCB が埋まってます。でね、あとこの場合ですね、メガソーラーいますよね。メガソーラーって、これもまたちょっとね、メガソーラーさっきやってるんで見たんだけど、大塚光の森プロジェクト、サミットエナジーっていうね、会社がやったね、メガソーラーで、10メガワットあります。でかいですよね。で、先ほど言ったようにね、パネルのね、間ですね、このね、ないとこですね、ここにガス管があるんですよ。で、ここにパーキングですよね。こっからガス管からガス出てるんですよ。風が吹けばね、こっちにヒューと行くんですよね。で、このガス管って言っても、このね、廃棄物の腐ったものから出てるから、絶対臭いんですよ。悪臭があって、多分ね、いろんな、そうすれば健康被害もありますよね。そうですか。ね、ただね、薄いからね、これから出たガスがボンっていくことは多分わかんないけども、でも吐く可能性ありますよね。だからね、ここにね、バスが止まって、バスがブルンブルンとね、エンジン吹かしてね、いますよね。真横ですよ、本当に。もう数メーター横にですね、ガス管が出てるというね、こういった現状ですよね。そうやって爆発する可能性もあるってことですか？まあ、上から出てるからね、拡散するからね、そんなにね、濃くなければね、いいと思うけども、でも、絶対臭いですよ。それは腐ったね、ゴミから出てる管ですからね、悪臭プンプンでしょ。ね、で、まあ、そういったことあるしね。で、もしね、これがね、燃えたらですよ。これ、パネルですよね。パネルは燃えたら消せないんですよ、水では。電気が出てるんでね、水出して水をかけるとね、感電しちゃうので、結局、もしね、何かがあって、ね、パネルやガスで燃えればですね、結局燃え尽きるまでね、何もできないんですよ。多分、ね、3、4日かかると思いますよ、大きいからね。だからね、万博会場でやっときなら、ここボーボー燃えてると、消せないというね、そういった事態があるかもしれないですね。まあ、そういったね、リスクがあるんだけどね、そういうリスクをね、分かってやってるのかっていうね、なんかそれもあってですね。本当に、わざわざこんなね、ところにさ、ね、会場にしたくていいですよね。もともと一区はさ、
立ち入り禁止の区域ですからね。ね、そういうね、法律的にですね、管理区域ですからね。そこにね、これはバスが止まるところです。ここはバス停ですね。あ、バス停ですか。そうですね。このね、万博会場ここで、こんだけあって、ここにバス停があってですね。で、こっち側が電車ですね。電車で来るか、電車以外はバスで来る人は全部ここにバスで降りるんですね。だから大抵の人はバスで来るからね。ここに降りて、結構遠いんですよ。ですそこよから会場っね。てこんだけあってですね、約1キロあるんですよ。だからバスにから降りて、多分ガスから出てる臭い匂いを嗅ぎながらですね、炎天下ですね、1キロ歩いて会場に行くと。そういった、非常に不便なね、されてて。で、今ね、子供たちをね、招待とか言ってますけどね、いや、大変ですね。ここで降りてね、1キロ約ね、子供連れて歩いて炎天下。まあ、それ思うと本当にね、ちょっとね、かわいそうですけど、まあまあ、そういったね、PCB の上のメガソーラーの周りのガスが出るとこのパーキングにまとめて、そこから1キロ歩いて会場行くと。まあ、そういった、まあ、計画です。なるほど。あ、すごいな。ね、いや、ね。で、まあ、そういうね、こうですってことですね。で、あとちょっとね、この動画がね、結構最近なんか、出てるんですね。怪しい動画がですね、これですね。メタンガスが噴出するっていうですね。ちょっとこれ見ますね。こんな感じです。ボコボコボコ、ボワーンとね。ボワーって出ますよね。これは万博会場ですか？でね、これ見たときにね、怪しいと思ってですね、なんじゃこりゃと思ったんだけど、ですね、もう一回見ましょうかね。このね、風景とね、地形とね、あと周りに見える山とかのね、この山とかそうですね、このね、風景からですね、場所を認定しました。ああ、そうですか。頑張って、この風景から。するとね、で、ここなんですよ。ここ。このね、ここなんですね。この位置ですね。で、掘ってるんですね。この赤丸、この今ね、ポイントしてるね。ここってそのね、まあ、こうなんですよ。言ってみればね。でね、あんだけボコッと出るのはね、あれ、メタンガスじゃないと思うんですね。あんだけガバッと出るメタンガスってそんなに発生するわけないんで、あの絵はメタンガスじゃないと思うんですよ。そう言ってるけどね。多分これはね、これなんですね。ここはね、一区って管理型なんで、そのね、排水がこう溜まるんですよね。これは非常に危険なね、排液っていうか水ですよね。その水をね、そのまま流せないんですね。処理する必要があるんで、こういったですね、排水処理施設があってですね、そこでね、一応処理したやつをこっちに流してるんですね。多分画像っていうかあの動画はね、この排水処理施設から出てくるね、このね、汚いね、この水の、まあ、処理したものが出てくるっていうふうに私は思ってます。あれがガスとはちょっと思えないんでね。だから、結局ね、この池っていうのがね、そのね、管理された、そのね、遮水された廃棄物から出る水をここに溜めて、ね、有害物を止めて、それを処理する池ですよね。で、処理したものをこっちに流すと。でね、で、ここってね、ここなんですよね。あるんですよ。ここに池がね。で、花火が上がってますよね。まあ、綺麗とか言ってますけどね。花火があった綺麗なね、美しいね、水辺、ウォーターフロントって言いますけどね。なんだけど、この池は、超危険というかですね、その処理する前ですからね。いろんなね、有毒物質が入ってる、池がここにあると。見た目は綺麗ですけどね。で、その水を、一応処理して、先ほどみたいな、ブワーっと出たね、泡だらけの、水ですね。あれが、こっちに流すんですよ。だから、こっちに来ちゃう、陸にね。だから、万博会場の、このね、わあ、綺麗って言ってるウォーターフロントの水にね、あれが流れるんですね。だから、で、絵とか写真は綺麗だけどね、実際出てくるこの水っていうのは、先ほど言った、ぼわっと出てきた、下水、そのね、排水処理したものがですね、入ってるというね、水で、そこでみんなが、ね、ウォーターフロントで、わあ、綺麗と言ってるようなことになるような予定になっています。で、まあ、ここはまあ、処理してるからいいけどね。このね、三角池はね、ここは本当に危険なんですよね。要するに処理する前ですからね。
有害物質の、処理した、染み出た水ですね。先ほど言ったね、PCB やらみたいないろんなものが入っている水で、先ほど言ったね、そういったものが入っているよね。危険なね、絶対触っちゃいけないっていうかね、そういった水ですよね。そこがあるんで、ここは万博会場はないと思うんでね、近づく、寄れないと思うけど、ここは絶対行っちゃいけませんね。それを処理した水が入っているってことになっております。なるほど。そんな感じですね。すごいですね。これがね、ガス関係の話ですね。怖いでしょ。そうですね。もとも全然と知らそなのかった。ね、一区のね、管理方ね、処分場っていうのはね、立ち入り禁止なんですよ、人は。ね。入ったらね、ダメなところなのに、そこにね、ね、舗装してね、上にね、いろんなもの作ってですね、やろうっていう、そのね、こと自体がね、おかしいですよね。そうですね。まだね、管理方は注意してますからね、そのね、終わってないんでね、管理はね。そそこをんな感人じでがす。歩いたりするわけじゃないですか。もちろんそうですよ。だから、そのね、バス停から歩いて行って、ね、売店でご飯食べて、買ってね。ほんでね、円形のね、スペースね、野外広場でコンサートやって、で、コンサートでワーワー行って、で、横の、ね、空飛ぶ自動車のね、発着場では皆さんがね、見ているというね、その会場ですよ。それっパビリオンはないて、けどね。パビリオンはないんだけど、そういったね、人が集まる会場が一区にありますと。で、そういう危険なところ、人が立ち入ってはいけないところに立ち入れるようにするっていうのは、なんていうか、法律っていうか、的にはどうどうなんですかね。普通はダメなんですよね。そこ、維新さんはいいのかな、わかんないけどね。なんですか？ なんかね、そのね、法律的には入っちゃいけないんだけど、なんか特例があるのかわかんないけども、なんかね、やってますよね。じゃあ、またトイレで爆発するかもしれないですよね。それをだ足から、してそたのね、ら。どんどんガスはね、湧いて出てるんでね、上覆ってるとね、どっかにね、集中してね、溜まっちゃうこともあるしね。そこをちゃんとね、ね、実測して、出てくる量を計算して、それに合うような、ね、排出設備を整えて、やってもらえれば、安心はするんだけどね。それがガスの話ですね。ほんで、ちょっと、次いいですか？で、これがね、ちょっとね、新しい話でね、だいぶ言ってないんだけど、実はね、2012年にですね、こんなニュースがありましたよね。東北のね、震災瓦礫ですね、受け入れるって。あった橋です本さね。んがね。2012年ですね。ほんで、この時にね、あれですよね。松井さんとかね、橋本さんがですね、受けるよって言ってね。ほんで、こういうのをね、受けたと。こういうことですね。こういったニュースがありました。でね、これね、基本的にですね、震災で出たですね、そういったですね、セシウムを含むですね、ゴミを集めて、それをね、運んで、で、舞洲にあるですね、ね、の工場で燃やして、その灰を、運んで、で、一区の、ね、ところにですね、こういったですね、埋め立て処分してるんですよ。行く一区、ですよね。まさにあそこですか。で、扱いますね。ほんでですね、このね、処分した、そこから出てくる。セシウムってね、水に溶けるんですね。塩ですから。だから、セシウムっていうのは水に溶けるので、非常にね、水に、溶けちゃうから、その排水が危ないんですよね。埋めるのはいいんだけど、埋めてね、埋めて、そこが地下水が溜まって、それが出てくる水のね、処理が、管理が大変なんですね。で、一応ね、基準だとね、セシウムはね、134だとね、だいたい1リットルあたりですね、60ベクレル。60ベクレル以下であれば、とりあえず国の基準は、安心っていうか、そういった基準になってます。ベクこレれルっをちょってと。いうのは放射能ってことですか？そうです。もちろんそうです。もちろんですよ。だから、セシウムですからね。こういう基準ですね。でですね、これがね、そのね、計画ですね。この地域ですね。この黄色いとこ。ここにですね、8、
万粒米、ね、千万、十一万、ね、トンのね、のね、そのね、焼いた灰をね、埋めるっていう予定ですよね。で、こんな感じでね、厚さ4メーターぐらいのね、こういったね、ところにね、埋めるという計画です。埋めてあるんですか？埋めてあります。ああ、埋めたんですね。で、この場所をね、特定したら、ここになるんですね。この地域。だからね、このね、バス停があって、ここにもバスターミナルがあってですね、ここにこういったね、いろんなね、会場とか、まあ、ここに人が集まるところですね。ここに埋まってます。そこは人が歩くところですか？うちの人が歩きますよ。で、埋まってます。でね、一応ね、そこをね、ちゃんとまたガス管のありますとですね、この地域ですね。そうするとね、ガス管も出ているんですよ。これだ、このね、この管がこれなんですよ。だから、この時はね、下にね、放射性セチウムのね、灰を埋めた上にガス管立ててて、ね。で、この時はまだね、立ってますけどね。今はこれをね、もう、埋めてないんだけどね。要するに、メタンガスが下から来るんだけど、メタンガスの管の、ね、地域の上にセシウムのね、入った灰を埋めて、そこを突き抜けて出てるので、これから出てくるガスってちょっと怖いですよね。まあ、で、このコナンの場所は、要するに、ここはコナンですよね。要するに、ここのね、国旗が立ってて、人がわーっといる、ここにね、この下に埋まってるんですよ。セシウムの含んだ灰がね。かぶりが多分2メーターぐらいなんでね。2メーターぐらい下に行けば、そのね、廃棄物が埋まっているというのが、わかるんですね。なんかこう、不ちょっ思と議な怖いですご縁ね。ですよね、これ。怖いですね。で、まあ、次行きますね。でね、一応、古い方でですね、完了ってなってます。で、平成25年にですね、埋め立てが完了して、で、空間線量とか、セシウムの濃度ですね、測定して、影響ないよと。で、令和2年にはもう影響ないから、で、そういった、ね、測定もやってないと。いうのは現状ですね。でね、ですね、で、一応ね、環境省からね、感謝状来てるんで、まあ、で、この処理によってね、処理自体のね、いい悪いは言いませんけどもね、別に一応、感謝されてると。ね。まあ、そういった、まあ、震災瓦礫をね、処理することはね、まあね、仕方ないんで、いいんだけどね。まあ、そういう感謝されてますけども、なんでわざわざって感じですよね。で、一応ね、空間線量としてはですね、基準としてはですね、0.23マイクロシーベルトパーアワーですね。これが一応国の基準なのですね。で、一応ね、見ますとですね、空間線量ね、一応この辺ですよね。だいたいね、0.1ぐらいあるんですね。ね。0.1マイクロシーベルトパーバーぐらいなんで、このね、0.23より低いんですよ。だから国の基準から言うと、そのね、まあ、危険な、このね、値よりも低いから、まあ、いいかなっていう話ですよね。で、自然放射能もね、0.04なのね。普通、だいたい0.0あるんで、何もなければ0.0なんだけども、それよりも多いんでね、ね、1ぐらいいますからね、この、増えてるっていうのは大体先ほど言った、ね、その処分によって出てきたもんですから、パッパ増えてますよね。やっぱ影響ありりますからね。燃やして灰になっても発生してるんボですハソウが廃止しようが全然放射性は変わんないから。放か？あ、そ射うなんです。能は燃やそうが何しようが変わんないですよね。結局、ね、半減期で減ってかない限りはさ、減らないんですよね。だからね、それは減らないので、時間経ってないと減らないんでね。それだから封印して埋めるんだけどね。まあ、一応、空間線量も OK ですと。でね、セシウムは水に溶けますからね、排水ですね。排水も見てるんですよね。排水は、不検出。これはベクレルパーリッターなんですね。まあ、そういったね、検出限界以下のことなんですよ。まあ、一応だから、そのね、検出限界以下で、しようってことで、まあ、安心っていうことを言ってますよね。ちょっとこれなんですけどね、これね、ここね、水はリッターだけどね、この排出汚泥っていうのはね、これベクレルパーキログラムなんですよ。キログラム。これが違ってるんですよね。こういったさ、単位を間違えるっていうのはちょっと信用できないですよね。細かいけどね。だからこのね、公式に出てる文章なんだけど、ね、この単位が違ってるっていうね、ここでちょっとなんか、ええって思っちゃうんだけど、まあまあ、で、ケアレスかもしれませんけどね。まあそういったのが出てます。で、ね。
で、このね、先ほどあった水ですね。これについてもね、先ほど水、この今度はね、あれですね、汚泥ですね。そのね、水の下に溜まってるね、低質の泥ですね。まあ、泥はちょっと濃いんでね、これでやるとこんだけ2.1とかね、2.8とかこんだけ出ますね。ピクリルですね。まあ、だこいれぶも高ね、いですね。こんだけあってもですね、まあその基準以下なんでね、いいんだけど、やっぱり出てますよねっていう話ですよね。まあこういったね、水は薄いから出ないけども、溜まった泥にはちゃんと出てるってことは、やっぱり水にもあるってことですね。まあそういったのがありますと。でね、要はね、これあれですね、福島原発のね、アルプス処理水ですね。処理水ですよね。結構ね、有名だったですね。でね、アルプス処理水のね、まあね、放射性濃度っていうか、あればですね、大体ね、63ベクレルパーリッターなんですよ。これは先ほど言ったね、そのね、排水基準の60ベクレルちょっと多いんだけどね。まあ、こんなもんですよと。まあ、これだから、まあ、その基準よりも薄いからいいよってことですよね。で、まあ、で、アルプス処理水が63ベクレルなんだけど、実際この海域ですね、海で測ったらね、これはね、検出限界以下なんですよ。10ベクレル以下なんでね。ってことは、先ほど言ったね、水です、排水ですね。排水も検出以下なんで、要は、アルプス処理水を出している周りの海と同じレベルという認識でいいと思うんですよ。要するに検出限界以下やけども、あるのはあるんですからね。だからそういった意味で、別に問題ないと思うんだけども、アルプス処理水がね、大変だって言ってる人たちね、まあ、中国とかね、そういった人たちは同じレベルのものがあるんだから、そういった人たちはもう来ちゃダメですよね。金銭人は全然金銭でいいですよ。いいんだけどもね。アルプス処理水についてね、ギャーギャー言ってる人たちはもう当然ね、それと同じレベルのものがあるんだからね。来ちゃいけないっていうことだと思うんですよ。まあそういった感じでね。別に、私はそのね、放射能の危険性は別にね、問題だと思うんだけども、ね、問題あると思う人もたくさんいますからね。そういう人たちにとっては、場所はそういった問題のあるもんだというふうに認識でいいと思うんですよね。だから別に震災瓦礫を受け入れることもいいことだし、ね、そういうのはね、受け入れてね、誰も行かない島にね、ちゃんと埋めればいいんですよ。それで何も問題ないんですよね。なんでそこにね、人を連れていくかってことですね、わざわざ。そうなんですよ。まあ、広島はね、ゴミの島としてね、終わっていれば何も問題なかったんだけど、こんな危険か、そういったね、ものがあるところにね、で、上で、ね、蓋を覆ってさ、そこにね、そういったね、会場を作って、ね、人を呼んで、パーキング作って、これをね、そういったことが、まずいということなんですよ。これ別にし、ね、処理するのはいいんだけどね。まあ、そういった話ですね。こういう灰が中に埋まっているって誰も知らないですね。聞いたことまあ、ない公表してるから知ってる人は知ってるんだけど、あえて言わない。言うと、まずいからってことで。で、まあ、ああ。実際言ってもね、基準以下だからね、問題ないって言われれば、はいってなるんだけどね。だけど、基準以下だから安全って、それで、まあね、国の方針については通るんだけどね。でも気にする人は気にするからね。そういう情報をね、出してね、ありますよ、と。問題ないですよ、と。だけどね、こんなね、アルプス処理水で気にするような人たちはね、やっぱしまずいでしょう、とそいうですうね、ね。そういった、まあ、情報を出してね、そのね、情報を知った上で行くのは全然問題ないからね。まあ、そういった、だと思います。どうですか？ねえ、またこういうところで、なんでわざわざ万博そうしなんですよてるね。のかっていう。非常にね、上手にね、処理されてね、ちゃんとね、管理されていればね、何も問題ないんですよね。海の向こうでね、ガスが出ようがね、埋まってようがね。それは誰も文句なくてね、必要なもんだからいいんだけど、なんでわざわざその上にね、人を呼ぶかっていう話ですよね。その危険な部分っていうのが、他第は一な航い、空。第一候補で、それ以外は問題ないって思います。で、ちょっとこれでね、最後でこれ、おまけです。はい。
でですね、テレビのニュースではですね、こうですね、爆発があった校区はね、危ないけども、他のエリアはガスが発生しないって言ってるんですよ。ね、根拠わかんないけど言ってるんですね。ね、だから安心してくださいって言ってて、要するに、このね、爆発あった校区以外のところはね、普通に工事してるんですよね。で、そのね、万博メイン会場ですね。先ほど言ったね、ボーリングがあるところですね。ナンバー18ってあってね。これ見てみましょうか。ですね。これがそうなんですけどね。16メーターね、粘土なんですね。粘土って言ったら、これはね、浚渫土砂なんですよ。要するに、海のそこに溜まったね、泥ですよね。船が通れなくなっちゃうから、そこをね、掘ってですね、埋めてると。ですね。一般にね、海域から排出されるですね、浚渫汚泥はですね、普通にね、こういう気質なんですよ。で、こういう海、機器質。川から来たね、葉っぱとかね、いろんなものが入ってくるからね、有機質が多いんですね。こういう気質で、窒素やリンも入ってるんですよね。まあ、そういったのが普通なんですよ。ってことはね、有機物を含んだ泥なので、ね、普通に発酵すればさ、ガス出ますよね。だけど、ね、一応、公式にはね、ね、そういう、浚渫土砂が入ってる第二校区は、ガスが出ないと言ってるんですよね。ほんまかいなことですね。こんだけ泥が、こうね、溜まってますよね。で、まあ、そういうんであればですね、これですね、COD ね、酸素量ですね。こういうのとかね、TOC ですね。こういうのをね、ちゃんと調べてね、そのドローンについてね。んで、そのね、有機質の量がこんなんですよと。だから見たら出ませんよってことを言ってもらえればね、まあね、安心できるんですけども、何も言わずにないよって言われても困るんで、ちゃんとね、第二校区のね、ね、有機質にね、ボーリングがありますからね、それをちゃんとね、調べてですね、根拠を出すと。出してない、なければ、一般的に言えば、浚渫土砂はね、絶対有機質ありますから、ガス出ますよね。まあそういうね、なんですよ。ほんでね、この下、こういうもんね、埋まってですね、あそこはそのね、下にいろいろあってですね、これ見ますとですね、こんな感じですよね。アスファルト、ね、ガラ、ビニール、扁桃のゴミを含むと。ゴミですよね。でね、瓦礫混入でしょ。で、木片も入ってるんですよ。初期の頃ってそんな綺麗にやってないから、いろんなもの入ってますよね。一応、肉屋にはそういったね、ゴミとかないってはずなんだけど、実際、ボーリングで掘ったら入ってるんですよね。ボーリングって直径ね、6センチぐらいのね、細い管ですよね。これで掘って当たるんだから、相当入ってないと当たらないんですよね。ですよね。細い。ね、管の中に入ってたんだからね。その中にこんだけ入ってことは、やっぱりですね、あちらこちらにね、そういったね、木片とかゴミとか入ってるはずなんですよ。そうするとね、そっから出ますよね。またね、それって先ほど言ったね、第一校区のね、ゴミと同じですよね。そういう可能性もあるんでね。入ってませんから安全って言われても入っているんだから、ね。だからそういったね、建前のね、話でね、安全って言われるよりも、ね、ちゃんとね、で、実際、B ありますから、そういうのを調査してですね、その上で、データ示していってもらえれば、まあ、安心できますけども、まあ、そういったことですね。だから、第二航空って言ってるね、メイン会場もですね、ガス発生する可能性が十分あるんで、正面覆ってしまうと、溜まったガスがどっかにね、こうね、集中してですね、これでボンっていう可能性もありますよね。ね、ね、発生しないって言い切ってるけどね。ここでね、先ほど言ったね、ガス検査してね、なければいいけどね。多分出ますよね。まあそういったね、ことでね、第二航空についても、そういったガス爆発のガスが出てくるね。メタンが出てくる可能性は十分あるので、その辺の不安を払拭してもらわないと、怖くていけないと。そういうのをですね、大阪市とかね、その万博もね、やってるですね、ことにね、お願いしますというのが今回の、主な内容です。なるほど。ありがとうございました。どうですか？すごい調べてありますね。ちょっとね、取材するっていうんで、ちょっと頑張って ありがとうござ調べましたけどね。います。なんかね、松井さんが、
まだ、知事じゃないよ、市長の時に言うておられたのが、地盤沈下ね。地盤沈下はするけれども、するよ。するんだけど、一定のところで止まると。いや、止まんないよ。だからその一定の止まるから、それで止まったらそれ以上は下がらないから、もうそれで安心だみたいなことを、もう平気でっそていうれか、はもうね、なんかその確定した長い顔長だ。い目で見ていけばね、いつか止まるんだけど、まだまだ人工途中で発掘が進んでるんで、サンドドレーン打ってね、一応人工的にね、沈下させてるけどもね、完璧じゃないんで、沈下します。んで、先ほど言った熱い粘土がありますよね。だからね、要するに、下がジュクジュクなんですよ。だから、そういったところにはね、物は建てられないですよね。んでね、万博会場は、そういった地盤が悪いので、物が建てられないんだけど、リングがありますね。丸いリングね。あれはね、浮いてるんですよ。フローティング基礎って言ってね。その地盤からね、土を掘ってね、掘ったものの重さと同じものが立つと。木は軽いからね。だからそういった木との、その建物と同じ重さの分の土を掘ってしまえば OK というね、そういったね、最新式のね、新しい、ね、技術っていうかね、思想で作られてるんですよ。ああ、まあ、そそう。れって確率してないんですよね。実験なんですよ。今回だから実験的なね、そういったフローティングのね、下がなんぼ緩くてもですね、掘った土と同じ重さであればね、いいというね、まあ、そういった実験的な、施工されててできたのがリングです。ただ、あそこもね、そのね、一時的なね、簡易的なもんだからいいんだけども、やっぱ沈むんですよね。からあそこに作ったものは多分ね、半年とかそういったね、短期間であれば、持つけども、ずっと置いとけばどんどん沈んでいくと。で、まあ、万博会場は悪いんですよね。でも一応ね、IR 会場はね、めちゃくちゃね、金かけてね、基礎やってるんですよ。あ、あっそちはうね、なんですか。一番悪いけども、基礎改良をだいぶしているので、万博よりはまだまだいいんだけどね。そう、お金かかるからね。骨があるんで、万博、IR 会場は、ある程度、そういったね、基礎のね、工事っていうかね、そういった改良はしているんだけども、万博会場は、金かけてないので、やってないから、熟熟の、ね、粘土の上なんでね、非常に、まあ、不安定で、で、まあ、沈んでもね、別にね、そんな、ね、ちょっとなんでね、会場、万博の期間中は問題ないと思うんですよ。歪むっていうのは問題あるのは、IR 会場ですね。IR の方は、ね、しっかりしたものを作るからね。高いビルをね。そこは沈下するぞ。反対に50メーターとかもっと深いね、80メーターぐらいのね、基礎を打ってね、下の地盤に対するね、しっかりした杭を打って、ここにビルを建てると、そこは沈まないんですよね、一応ね。ビルはね、基礎があるからね。ところが周りの地盤は沈むんですよね。だから、将来、そのね、大きな IR のビル作ったとしてもですね、お金かけてね、頑張って掘ってね、最新技術でね、地盤に達する基礎まで掘って作ってしまえば、一応ね、計算上はね、ビルは沈まないと。まあ、そうです周りの地盤は、沈んでいくからね。ね。まあ、でも地盤悪いから、あんなところにね、大きいビル作っちゃダメですけどね。まあ、その辺の話もいろいろまたね、機会あれば。今回ちょっとガスの話中心で。で、もしこれで2地区ですか？ガスが発生しないって言われているところで万が一また同じような爆発が起こったら、2区ね。1区は出るんですよ、じゃあガスが。2 1区区ね。はガスがどん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 出てるけど、一応、ちゃんとガス抜いて、で、換気とかしてやるからっていう話はしてますけどね。で、全くその想定していない、さっきもちょっと言ってはりましたけど、2区で肉ね。爆発がもし万が一起こったとしたら、これ、工事はどうなんですか？いや、というか、爆発化するんであれば、対策することをゼロ化するってなったら、もう大変だから、間に合わないですよね。だって対策はしてないわけですね、そんなに。全く、だから出るよって、だから肉の方は、あそこから出るっていう想定じゃないんで、普通のね、まあ一応綺麗なね、土という認識で、ね、引き締めでやってるんでね。ただね、先ほど言ったようにね、汚泥があったりしますからね、泥もね、砂もね、木片も入ってますからね。
そういった意味でね、出るだろうとは思うんですけどね。ガスコもちゃんとね、その、先ほど言ったね、ガスの調査して、出てないことをね、証明してもらえばね、ああ、まあね、少しは安心だけどね、多分やれば、多分出るでしょう。まあそういったことですね。だそうから、か。完全にね、きれいにね、区分してるはずじゃないんですよね、ゴミだからね。全くね、一応肉のところはね、全く有機物とかね、そういったものがないという前提ですけどね、そんなわけないですよね。一区ですよね。ああ、これですね。ね、ゴミなんだけど、有害物や有機物がね、ないものを埋めてるという前提だから、パスでないと。話したけども、先ほどのように、いろいろ入ってますよね。だからそういったね、一応これを信じればね、出なくてもいいんだけど、実際問題、たくさん入ってるし、あと品質、あのね、あの、土砂にもね、有機物は普通入ってるはずなんですよね。だから、普通は出るはずなんですよね。ガスがね。まあそういったね、ことがあるので、ね、この字面をね、追ってですね、いいよっていうことは言えないですよね。いろんなそもうのが入ってでて。まあそこですよね。綺麗に管理できないしね。ね、で、ね。ゴミの中にさ、そういったさ、ね、木とか草とかさ、紙とかさ、全くないゴミを選んで入れてると。いうことになっているんだけどね。そんなわけないよね。っていうそうで話すですね。ね。ああ。いや、でも、この万博の問題はいっぱい出てきそうですね、これから、この現場だで。からね、こういった問題がある時でやること自体が間違っているという話ですね。そうね、でせすめよて肉でやれね。ば1個入ってるのがね。ごめんなさい。だからそのね、まあ、ここで言ってるね、安定型のね、肉3個でだけでやればね、まだいいけどさ。けどいったね、この1区までね、会場が入ってるってことですね。1区は立ち入り禁止ですからね。立ち入り禁止エリアでやる自体がですね、ちょっとそれが問題ですよね。だからね、まあ、多分土地が足りなかったことですけどね。しかもそこの上をバスで降りた人が歩くんですよね。そうですよ、約1キロ。夏の暑い時にさ、ね、炎天下にね、横からさ、ガスがね、こう出てるね、ところ臭い、ね、匂いが出てくるね、ところをね、風によってきますよね。そこをね、テクテク歩いていくと。い非や、常そに、う。辛いね、仕打ちですね。そで、その下う。には PCB が待ってると。で、途中には、そういったね、アセシウムをね、あるね、地を上を歩くと。ね、実際、実害はわかんないけどね。まあ、そういう気持ちだと嫌ですよね。まあそういった話ですね。もうあれですね、行くんやったら電車で行かないとダメですね。あっちだとまだね、まだ そうですね。電車で行けばまだね、遠いからね。まあ電車で行ってね、リングの中にいればね、東に、西に行ったらやばいですそうですね。よ。なるほど。さっきのちょっとだけですか、その藤村さんからの提供ってあったじゃないですか。藤永さんってどなたなんですか？あれですよ。有名なおばちゃん。市民ネットワークかなんかかな。テレビでも出て、なんかニュースにもね、解説されてる方でテレすビとかね。ね、ネットでもね、結構ね。直接やりとりいやいさや、れてる。私、直接会ってないですよ。私もちょっとね、そうか。これですね。稲川ね、信夫さんですね。大阪市民ネットワーク。いろいろそういった情報請求ね、してですね、いろんな情報をね、集められているんで、非常にね、バリバリやれてるのですね、おばさんなんで、ね、尊敬してます。そうか、すごいですよね。すごいですね。ね、まあ、もともと一般市民なんでしょうけどね、勉強されて詳しいですね。いろいねえ、ろ。お金のね、流れとかすごい、ねえ、調べ上げて、そうですよね。ねえ、やられてますよね。ね。そうか、いや、西村さんもすごいですね。こんまあ、だちょっけと調べて。はい、調べて はあ、いや、ありがとうございます。ありがとうございます。いや、大変勉強になりました。まありがとうたございます。何かあれば。これからもよろしくお願いします。お願いします。どうも。
はい、どうも、じゃあ失礼します。はい、失礼します。はい。ありがとうございました。